藤川先生にやってきていただきました模試の結果発表日でございます。大丈夫ですよ、パスワードはこっちで変えてあるんで、どうだったのか、自己採点と違っていたのか、マイナスということです。どれも微妙に下がってるんですけど、判定ですね。書いたの覚えてますか？どこの大学？大阪公立大学第一志望者441人中、自分がすごくできてそれができなくなったじゃなくて、元からできなかったってことでしょ。そうで始まりました、もっちチャンネル。さあ、はい、藤川先生にやってきていただきました。はい、やってまいりました。私、大阪まで。いよいよ実がですね、模試の結果発表日でございます。はい、知ってましたか？いや、知らなかったんですか？はい、はい、そうですね、本日ログインできるんですか？ログインでき多分できないです。そうなんです。結果見るには何が必要だか知ってます？ID とパスワードとまだいるんですよ。実はこの模試の結果見るのね、はい、知らなかったんですけど、ウェブで見るときはですね、なんと模試の回答用紙番号っていうのがいるんですよ。はい、はい、どうせ多分てんちゃん持ってないだろうなと思って、あ、大丈夫ですよ、パスワードはこっちで変えてあるんで。え、そうなんですか？はい、こっちでパスワードを変えてるんでログインできません。あ、そう、大丈夫です。だから、はい、もうだからいつものほらログインできませんのくだりないです。だから今日もうログインしてあります、こっちで。あ、そうはい。でまたね、大変だったんですよ。その模試番号っていうのが、その回答用紙用しなきゃいけないっていうんで、はい、あ、回答用紙というかもう問題用紙なきゃいけないっていうんで、それが取り寄せなきゃいけないじゃんって言って。でもないっていう可能性あるわけじゃないですか。今日家にタイミングが悪くて、バイトしてる時も言ったからね。はい、昨日のうちだったらもしかしたら持ってこれる。でも一応河合塾さんのご厚意で、今日森田さんが大阪から東京来られるならば、今日今度対応できないんですけど対応しますって。そんなわけないですけどね。まあまあ別の方法でちゃんと、はい、その番号を手に入れるのにも個人情報がいるんで。でもまあ知ってるんで、こっち知ってるんで、はい、入力できるんで、ということでその番号も、はい、ちゃんと手に入れてありますので、はい、ということで覚えてますか？自己採点何点だったか。いや、もうちゃんと確認していきますね。はい、自己採点のやつは。そしてね、まあ志望校判定ですよね。判定っつったって理科科目受けてないからどう科目不足になるんでしょうけど、はい、でも一応出るのか分かんないんで、ちょっとまあその辺も見てみたいと思います。はい、地理が最初でしたっけ、やったの。あ、はい、そうです。地理が28点ということで、はい、でもまあマーク、はい、してないとことかもあったんで、こんなんでどうやってできるんだっていう状況だったと思うんですよ。はい、そんな中どうだったのか、自己採点と違っていたのかどうかっていうのを河合さんに見ていただきまして、28点だったわけですね。はい、地理は27点でした。はい、自己採点できてないですけど、はい、もう1点差、はい、目指し 35.5、 学力レベル F ということで、はい、でこの F は藤川の F ということでよろしいですか？はい、ということでまあ1点差でしたと。どうなんですか、地理は。その後地理勉強とかしてるんですか？いや、全然やってない。あ、その後他のはやってないんですか？他のそう科目、英語数学をやってるって感じですか？はい、はい、でこの時も結局勉強してなかったというですね。タイガーパンティング出た時は94点で出てますけどはい、では地理はやってなかったということで落ちたということですか？だいぶ衰えたと。はい、なんでそんな無言、もうちょっと酒飲んできてるくせになんでそんな無言に、さっきまで元気に喋ってたじゃないですか。はい、元気でした。はい、続いて国語ですね。はい、国語は自己採点いくつか覚えてますか？48と。おお、そうです、48点です。はい、今覚えてたの？すごく見えたんかい48点だったのが、じゃあこう見えないようにこうやってやってきます。31点でした。はい、現在 30.2、 学力レベルはもちろん F ですけど、これ細かいのって見れますか？言語感、これどこが取れてなかったと思います？自己採より後ろの方、漢文古文がやっぱりちゃんと採点できてなかったかな。はい、だからただ原文で自己採の時点で30だったから、ちょっと漢文が12点だったのがもしかしたら違うかもしれないなっていう感じですね。どうだったのかっていうとですね、現代文1が45点中12点で、小説が5点ですね。で現代文図表系が7点古文が7点あれ一番高かった漢文が0点なんですけど。高かったんですか？あなたが高く書いていた漢文が0点なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですねってちょっと0点だったじゃないですか実は漢文。そうなんだ。そうなんだじゃない。ちょっともう模試の印つけないはちょっともうやめてください。必ず。でさ、そのどうちょんちょんって印つけてこれかなって適当に自己採点しても本番の点数で分かってしまうわけですから、それをやることすら無駄ですので、ちゃんともう印をつけてください。はい、そしてリーディングですね。リーディングもだいぶマークしてないところが多かったやつなんですが、それは後ろの方は合ってたけど前の方はボロボロみたいなやつでしたが、ただ後ろの方はね、丸付けがちゃんとできたのかっていうのがあるので、はい、リーディングが26点でした。はい、自己採ですね。自己採26点だったのが21点ですね。はい、ということで5点マイナスということです。偏差値は 39.4 ですね。はい、ということでございました。その後英語は？英語はやってます。何やってる今？ターゲット1900と、うん、解釈70と、うん、スクランブル。あ、スクランブルも始めたんですね。はい、文法ということで、自己採点リスニング33点でした。はい。リスニングは29点です。はい。どれも微妙に下がってるんですけど、はい、偏差値 36.5 ということで、だから英語は2つ足すと50点ですね。ちょうど4分の1で偏差値 37.1 という形になります。どうですか？はい。はい。はいって。どうですか？どうですか？この結果を聞いて、いやー、ショック。じゃあ英語リーディングがどうだったのか。大問1、0。大問2、0。これだいぶ違うね。大問3、3点。大問4、6点。大問5、3点。大問6、9点。大問7、0点。あれ、大問8一番高かったはずですけど、0点ですけど。これは、ということで、自己採とはかなりかけ離れた結果になりましたが。数 1A ですね。自己採点26点ですね。はい、はい、で本番は22点でした。数 1A 数 1A が22点ということで、偏差値 26.4 26.4 とかあるんだね、という結果になっております。数学はどうしてんの？数学今、うん、元気が出る数学。元気出てるんですか？元気出てないじゃないですか、もう。はい。それで、英数国を合わせると、総じて総合で、偏差値32。得点出ないんだ、これ。という感じです。で、私立文系を、で出すと、偏差値35。という形になりますね。理系、でも理系なんでしょ？私立文系型で判定されちゃってるけど。はい、理系型、そうか、もうだって理科科も取ってないからね。国立型にもなってない。理系が 32.9 ですね、偏差値。そういう形になっております。はい、それぞれのそのデータで判定ですね。書いたの覚えてますか？どこの大学？技大、関西医科、はい、大阪公立ぐらいですか？はい、そうです。その3つですね。大阪公立大学を第一希望にしてますね。で、そうなんだ。そうなんだ。自分で書いて、しかもあれさ、持って帰っちゃいけないってめっちゃコメント来てたけど、なんで持って帰ったの？コード表。あ、持って帰っちゃダメなんですか？回収されるはずなのになんで持ってるんだってめっちゃ来てたよ、コメント。あ、そうなんです。で、大阪公立、岐阜、関西医科大、それぞれ全部 EG ですね、判定は。科目不足でしょ、これ。EG って、はい。E 判定で G。ということでした。ただ、それでもちゃんと判定が出るんですね。大阪公立大学、第一志望者441人中、440位です。下が1人いるか。どうした誰だ？総志望者数、1084人中、1081位です。ん？はい。下がいるんか。もうちょっとそれに驚きなんですけど。続いて岐阜大学。医学部第一志望者総数170人中169位です。下に誰がいるんじゃん。科目足らんかったんか、その人も。そして総志望者数745人中741位です。745人中741位。下誰がいるんじゃ、はい、続いて関西医科大学、第一死亡者数431人中421位です。10人下がいいのわからんこの世は、総死亡者数1050人中1032位ということで、はい、ただし当然理科は全部、受けておりませんので G というですね、足らないという判定になっておりますので、はい、さあ、はい、これを受けてね、はい、もうできないというところから始めないといけないですね。話したもんね、さっきね。はい、はい、僕も言いたくないことを話したじゃないですか。はい、前回の動画でてんちゃんが回答用紙に答え書いてないところあったじゃん。で、多分無意識だったんですよ。無意識に多分自分を組みせたい気持ちがちょっとそういうふうにね、回答を何も書かずにその時に答えを見てちょっと点数上げたいっていう気持ちがあるのかなって最近自分でなんか気づいてきませんでした？あ、はい。そう、僕が言ったからじゃなくてね、自分で気づき始めてるもんね。なんかそういう、自分を、まあ、嫌いだったんですけど、嫌いでそういう自分を好きになれそうなので、バイトをしてる時はね、そういう自分じゃないよね。これから今のというかね、その前のね、その自分を大きく見せようとしてたっていうね、はい、それをもうさすがにここまで来たら認める時だと思うので、実際ね、一緒にもしかしててんちゃんがなんかの疾患かもしれないと思って病院に行ったじゃないですか。メンタルクリニックに行ったし、はい、別に特に問題なかったし、まあ、それは、ね、勝手にそのネット上で言ってる人はいるんですけども、結局居酒屋で働いてるてんちゃんは本当のてんちゃんと思ったんですよね。ああ、飲み込み早いし、小児説明完璧、オペレーションも完璧、お酒の釣り方も完璧で、適当なところで合間でこう、ね、話を入れてくる、完璧じゃないですか。はい、だって同僚が藤川そばって気づかなかったわけですよね。そうです。僕が行って気づいたってことよね。そうだ、別人なんですよ。そうだから普通に仕事できる、めっちゃできる。普通に仕事できるし、バイトもできるし、バイトの飲み会でもめちゃめちゃ陽キャでやってるわけじゃないですか。それはその職場において、その仕事ができない自分とちゃんと向き合って、今僕はこれができる、できないからじゃあ覚えて、できたらみんなが褒められたり、お客さんに喜んでもらって、もっとやろうっていう気持ちになってるの、はい、じゃあなんで勉強がうまくいかないのか。本当に学習する能力がなければ職場であんないい働きできないのよ。あるのよ、はい、これは多分てんちゃんだけじゃなくて僕、まあ、当時の僕もそうだし、現実に目を背けてしまったがゆえになかなか成長できないってことがやっぱあるんですよね、はい、だからこれを現実で直視してほしいと。直視して、あ、すいません、なんか昔の僕なんか自分をうまくちょろまかして点数高くしてたけど、僕は無自覚でやってました。無自覚になった。それはもう今更責める必要ないし、そこに気づいてこれから変えていこうと思えばいいわけよ。仕事はできるってことはちゃんと現実にちゃんと向き合ってるから、俺はこれができる、できひん、ちゃんと分かって、できないことをやろうとずっとトライしてうまくなってきてるじゃないですか。はい、英文解釈は向き合ってきてるんですよ、結構、ゆっくりでも解釈70を本当に解析できるようになってきてるのは、やっぱそこは河合がちゃんと一緒に向き合ってるから、現実ね。はい、そうすれば応援してもらえるよ。普通にできないっていうことを認めて、はい、そこから上がっていく姿を見たいわけで、はい、大きく見せれば見せるほど、なんだ結局できないじゃんっていう、その下ばっかりを見せてっちゃ、そりゃ状況変わらないから。だから職場でさ、もう成功体験あるわけ。みんなからね、慕われて、みんな楽しく仕事して、ちゃんと助けてあげれてるじゃん、あなたもね、周りの人が。はい、それはちゃんと自分はできないことを認めて、真面目にコツコツちゃんと一個一個覚えて、実際それをでお客さんとかスタッフの人にちゃんと還元していって、いい好循環が生まれてるわけだから、それを勉強でもやればいいわけよ。ただ単純、すいません、現実向き合います、僕はできてませんでした、これから頑張りますそれが言えるかどうかっていうところなんだけど、だいぶね、そのメンタル受け入れやすくなってきてるでしょ。まあ完璧じゃないかもしれないけど、どう？はい、前よりはもう森田先生も僕もですけど、この動画で映ってないとこ、どれだけあなたと向き合ってるかですよね。でもあなたは可愛いし、いいとこいっぱいあるから、はい、それを分かってもらうために、やっぱりあなた自身がちゃんと現実に向き合う、これやるだけでめちゃくちゃ伸びてくる、まあ、そこです、はい、仕事はできてるんだから。驚いたもんね、あんなに仕事できるような、あいつ別人かなと思ってますまあそうですね、働いてる人は気づかないぐらい、そういうことでございます。そういうことです。だからこれが向き合って、これが現実で言うってこと、現実であるってことをもう受け入れられますか。はい、こっちが実力だということを分かりますか。はい、イエス可能で受け入れるか受け入れるか。だから勉強ができたってことはないってことですよね。ない。あ、自分がすごくできてそれができなくなったじゃなくて、元からできなかったってことでしょ。はい、それを受け入れられるかどうかってことだよ。その大きく見せる自分じゃなくて、本当のできないってことを受け入れられないと伸びないから、どうやっても。はい、多分無意識にやってたのよ。和田さんのこの自己採点の時もそういう行動をやっぱしてたところがあって、無自覚やった。でもその無自覚な自分をコントロールしたら人生変わるんですよ。そういう意味で天ちゃん大事なの。僕だって太田先生だって多分自分の無意識領域コントロールできないところがあって、それが悪さして人生悪く方向に行くことあるから、はい、別にそれは天ちゃんだけがそれがあるわけじゃない、みんなあるんやけど、それをコントロールすることが大事。そのためにはもう全て受け入れてあげて、過去の自分を受け入れて許してあげて、でこれから頑張っていこうっていうところ、過去の清算というか過去を許してあげることが大事だから、そこはそこも真実に向き合うことやな。無自覚かもしれないけど、もしかしたらそういうことやってたな、俺の実力はこうだったなって今思えるか思えないか、今この瞬間に思えなくても徐々に受け入れていけばいいと思うんだけど、今ぶっちゃけどうなんですか、パーセンテージで言ったら受け入れ度は 100% で言ったら 2%。70ぐらい何なんだその30は。まあまあ、だから実際いるわけで、毎年毎年別にあなただけじゃないので、そういう人を見てきたのは、はい、ね、点数をごまかした人たちは何人も見てきてるんで、自分自身身の前で。まあ7割いいんじゃない。まあやっぱ無意識のね部分があるから、完璧に 100% って言えないところは逆に成立かもしれないしね。70% 受け入れてたので、まあその調子でいけばいいんじゃない。もともと全然受け入れてなかったじゃないですか。そう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 ね。だからここからちゃんと受け入れてから始まるっていうことですよ。はい、仕事の成功体験があるんだから、それを勉強に置き換えればいいだけ。何が違うかね、仲間はいるじゃないね、2人して、まあ、可愛いふうにみんな可愛がってくれるじゃん、はいね、それはあなたの人間性がいいから、いいとこいっぱいあるの、どこでもいいからね、はい、で、じゃあ勉強のことでうまくいかないのか、現実から目を背けてるからなんです。だってこんなのに、ね、英語試験の紙がいてね、なんで英語の見ひんねんって話になりますよね。でそれは往々にしてみんなあるんですよ。これ天ちゃんは、天ちゃんが変わることで100万人を救うことになるかもしれない。あ、そうか、俺ももしかしたら自分の成績ごまかしてるかもしれへん、もうちょっとちゃんと成績に向き合おうっていう人が一人でも出てくれば、うん、はい、あなたがこのプロセスやってきたことは意味があるんですよ。はい、うん、そうですね。と思いません？はい、思います。はい、はい、ということで、ようやくスタートライン、はい、そうです。これスタートラインです。これで、はい、藤川店虚偽編完結ということで、はい、終わりましたので。ではい、もう缶詰ですよ、缶詰。ここから缶詰合宿に行ってもらいますんで、前島港ですね。前島で6月29、30ですね、合宿行ってもらいますんで、参加される方は他にも、生まれ変わった店長と一緒に勉強を頑張りたい人は、それ来る日はいろいろ分かりませんが、僕は行くわけではありませんが、ということになります。河合先生は来るしね、友達ベーシックのすごい先生来るので。ということでございましたので、じゃあ頑張って勉強してください。ここからですよ、いいですね、はいはい、ちゃんと向き合って今のこの偏差値30から向き合ってくださいね、はい、これが実力であるというのを受け入れてからちゃんと、はい、だから自分のチャンネルでもふざけたことばっかやってないでちゃんと勉強やってください、はい、あ、藤川さん頑張ります。いやいや、全然もう笑っちゃってるじゃないですか。ちゃんとやってください。藤川さん頑張りますって。藤川さん頑張ります。そんなあなたもっと声出るじゃない。舞台に立ってるあなたは声が出るじゃない。あ、最後締めよう。時間大丈夫。ここからもう新しいページを開く。藤川さん頑張ります。はい。まあちょっと恥ずかしがってますね。まあ。ということで、はい。3年かかったこのシリーズも、最終回を迎えましたので、はい、ここからはちゃんと勉強してください。まあね、短大出てくれるといいんですけどね。はい。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ティングウォーキン。